さん、こんにちは。オタファの秘密基地へようこそ。今日紹介するおもちゃは、これだ。ハズブロ、トランスフォーマー、コンバイナーウォーズ、シルバーボルトです。というわけで、エアボット最後のメンバー、リーダーのシルバーボルト。今日はこれをじっくりレビューします。それでは早速、パッケージに入っているものをチェックします。まずはこれ。キャラクターカード。 そしてこれが銃。方針がすごく長いタイプです。これはシルバーボルトがロボットモードの時に盾として利用します。さらにこの盾はさっきの銃と合体することによってスペリオンの武器となります。さあ、そしてこれが本体。 ご覧ください。この飛行機はコンコルド超速旅客機です。ロ、旅客機です。あれ超速旅客機です。やった。まずこのプロポーション。G1 のアニメ。もしくは当時発売されていた玩具あの雰囲気まんまですね。素晴らしいです。裏側はこのようになっています。そしてここにランディングギアがあって、中に収納できます。 この後ろのこの尾翼は左右にスイングします。他にはこの武器を合体させて、ランディングギアを収納すると、こことここに穴があります。ここに銃を取り付けることができます。ここにランディングギアのモールドがあって、芸が細かいですね。他にはこの機種の先端のこの部分、ここがこのように稼働します。これはロボットモード時やビークルモード時で特に使わないところなんですけども、 なんでここが稼働するのかなとちょっと僕なりに調べたところこのコンコールドって離着陸の時にこう機種がちょっと折れ曲がるそうなんですよねまあそれを再現しているんじゃないかなと思いますご覧くださいこの手前にあるのがトランスフォーマーユニバース国内限定カラーバージョンのシルバーボルトになります こっちのシルバーボルトの大きさはウルトラクラスといってこのボイジャークラスよりもさらに一回り大きいクラスとなります当時発売されていた玩具やアニメに近いのは今回のこっちのシルバーボルトが近いですご覧くださいついにエアボット部隊全員集結ですやはりシルバーボルトはボイジャークラスだけあって他のメンバーよりも一回り大きいですファイアフライと比較すると このくらい違います。さあ、それではスペリオン、ロボットモードでトランスフォームです。トランスフォーム <laughs> 尾翼を左右どちらかに折りたたみ、ランディングギアを収納する。機種の部分をこのヒンジで折りたたみます。ウィングパーツの、ここに分割線があります。このパーツを、折りたたむ。このパーツが腕なんですけど、一度展開します。 次はこのパーツを外側に引っ張ると脚部になります。この中に足首が入っています。展開して、かかとを出します。次はこのパーツを折りたたむ。こっちに曲げる。反対側はこっちからやってみます。こうやって曲げて、足首を展開して、かかとを出す。ここを閉じて、ここを曲げる。次は腕。 この胸部の赤いブロック、これを展開します。すると中に頭部が入っています。これを展開して、そして再び赤いパーツを閉じれば、ロボットモードの完成です。おー、これはまさにあの G1 のアニメやギャングのシルバーボルトです。これは再現度がすごく高いですね。この頭部ご覧ください。 シルバーボルトはいわゆるロディマスのような吹け顔なんですよね。あの顔をきちんと再現しています。<music> 劇中でシルバーボルトの背面、少しだけ羽がちらっと見えてたんですよね。なので折りたたまれたウィングをちょっと展開すると、これはこれで雰囲気があっていいです。さあ、続いては可動範囲。まずは頭部。 ボールジョイントにより柔軟に稼働します。続いては肩。クリックがカチカチと気持ちいいですね。腕。肘。腰は稼働しません。それから足。それから付け根にはロールがあります。膝の付け根は二重ヒンジになっているので、 このように大きく曲げることができます。そして足首。シルバーボルトはスペリオン合体時に胴体と頭部になります。他の4体を支えるために強力なクリック関節が各部に対応されています。続いては武器。まずこれがこの部分に取り付けます。そうするとこれが縦になります。そしてこの銃を持たせればこのようになります。 方針がすごく長いので、ちょっと取り回しに苦労します。こんなポーズや、こんなポーズ、こんな感じの浮遊ポーズなど、バッチリとアクションが決まります。続いては変形変形トランスフォーマーのコンボイとの比較です。まあ、シルバーボルトの大きさは、だいたい標準的なボイジャークラスの大きさですね。次はこれですね。このキャラクターは、アルファートリンと言います。 さっき登場したコンボイですら、様をつけるほどすごく偉い人なんです。僕は今回エアボットのレビューのためにもう一回 DVD を見直したんですね。そのエアボットたちの誕生にまつわるエピソード、第42話、ベクターシグマの鍵、パート2。アルファートリン様が命をかけて彼らエアボットたちに命を吹き込んだんです。さあ、そして最後の大きさ比較、トランスフォーマーユニバースのシルバーボルトです。やはりさっき言ったようにこれはウルトラクラスなんで、 このボイジャーのシルバーボルトより一回り大きいです。うん、これも悪いものではないですね。これ単体で見れば、これも結構よくできてるんですけど、やっぱり合体するシルバーボルトにはかないません。あとはやっぱり既存のキャラクターたちと並べるには、大きさはやっぱりボイジャーの方がしっくりきますね。これだとちょっと大きいかなという気がします。ご覧ください。ロボットモードでエアボットチーム、全員集結です。ロボットモードでもシルバーボルト。 一回りみんなより大きいですね。ちょっとありきたりなこと言っちゃうかもしれないんですけど、本当に夢のようですね。もうここに副官スリングがいないことだけがもう心残りなんですけど、もう本当にまさにこんなエアボートのトランスフォーマーが欲しかったっていう感じです。ちなみにシルバーボルトってどんなキャラクターかというと、これ面白いんですけど、飛行機に変形するトランスフォーマーなのに、高所恐怖症だったんですよね。 だそれでもジェット機かよと、まあ、ここにはいないスリングに <laughs>、あの、ちょっと馬鹿にされてましたね。で、まあ、そんな高いところを飛ぶのが怖いシルバーボルトは、コンボイに相談をするわけです。するとコンボイは、ではエアボットのリーダーをやりなさいと言われて、ちょっと他のメンバーたちがシルバーボルトを最初馬鹿にしてたんですけども、みんなをうまく導いて戦って、見事に勝利を収めます。戦いが終わった頃にはみんな、シルバーボルトのことをリーダーと認めるわけです。 で、戦いが終わってみんなが基地にこう、ジェット機に変形して帰っていくんですけども、シルバーボルトだけは、コンボイに送ってってもらうよとかいう、<laughs> すごく人懐っこいキャラクターなんですよね。すごく弱い部分もあるんだけど、まるで人間のように人の気持ちが分かったりとか、そういうものに心を打たれる、そういうキャラクターです。だから僕、このシルバーボルトが大好きです。さあ、それでは次が最後。このシルバーボルトは、合体戦士、スペリオンの胴体と頭部を構成します。 それでは変形させます。transform! <laughs> まずは、ビークルモードからロボットモードに変形した時と同じようにこのカバーを開いて、そしていきなりなんですけど、これポイントです。ここにスペリオンの頭部が入っています。で、これ表からはどこにもそのパーツを引っ掛ける爪がないので、この黒いもの見えますかこれがスペリオンの頭部です。で、これを中から指を入れて、こう押し出す感じですね。こうすると、 簡単に展開できます。そしたら、まあ、これ一旦このままで、頭部を収納して、再び閉じます。腕を90度。上に向けます。次はこの拳パーツを、このように稼働させておきます。次は脚部。一度ビークルモードに戻すときのように、逆の手順で変形させます。足首。 こうですね。さあ次は、さっきまでシルバーボルトにしか見えなかったものが、だんだんスペリオンの胴体に見えてきます。さあそしたらこれ、さっきロックを外したこの頭部を展開して、角を展開して、こことここでロックします。次はこのシルバーボルトの時に胸部だったこの部分が、 ここにもう一つ別のパーツがあります。これを展開する。この肩に合体ジョイントがあります。これを展開する。さあ最後は胸部。このヒンジを展開して、内側に向けて、ロックすれば、スペリオン、胴体の完成です。ご覧ください。あの G1 の当時のアニメや玩具の いわゆるアノスペリオンの胴体です。これがシルバーボルトの時の腕ですね。可動範囲もすごく良さそうですね。ボイジャークラスのトランスフォーマーと並べるとほぼ同じくらいの大きさです。あえて手や足に変形させていません。次回の動画でついに スペリオンに合体します。合体戦士、スペリオンのレビュー、ぜひ見てください。トランスフォーム <noise> というわけで今回のトランスフォーマー、コンバイナーウォース、シルバーボルトのレビュー、いかがだったでしょうか次回のレビューが最後です。合体戦士、スペリオンのレビュー、ぜひ見てください。いつも動画へのコメントや、高評価など、本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。 チャンネル登録が真似の方、トランスフォーマーが大好きな方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは次回のウォタファの秘密基地、合体戦士、スペリオンのレビューでお会いいたしましょう。ウォタファでした。